皆さんこんにちは、フリースピリッツです。今日はこちら M リップルの、ハンプのバッグを紹介していきたいと思います。今からの季節にもすごく使いやすいような、軽くておしゃれなカバンになります。あまりこうカバンには見ないような設計で、こうバッグの胴の部分から底を通って反対側の胴の部分、そしてこうハンドルにつながっているということで、荷物を入れて持った時の力のかかり具合をカバン全体でこうサポートするという仕組みになっているので、温かみのあるハンプの雰囲気と、力強いこう革の素材感がこう絶妙にマッチしているカバンになります。で、もう一つ嬉しいポイントがこちらのベルト部分なんですけれども、実はこれサイズ調整が可能になります。今の状態は、ハンドバッグで短めになっているんですが、これを伸ばすと肩掛けが可能になるので、それも今から実践をしてみたいと思います。まずはカバンの中にちょっと荷物を入れてみます。こういう感じで A4 サイズのファイルとか、あとは A4 サイズの雑誌、水筒とポーチとお弁当、あとはペンケースなども入れてまして、ミントタブレットとか小さなお財布はこちらに入れていただけるようになってます。はい、今ちょっとこう下から4つ目の穴にピンを入れてみました。すごく長めに設定できたので、男性の方でもさらっと肩にかけていただけるような長さになっております。家族で使い回しができるようなちょっとしたこうお出かけのカバンになるかなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。商品ページの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見てみてください。で、あとよろしければフリースピリッツのインスタのフォローと、こちらのチャンネル登録、あとは高評価などもいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。